コンスタン・モンタルドは、ベルギー象徴主義の美術家、ジャンデル・ビルを中心とするベルギー象徴主義のグループ、ポアラルテンの活動的な会員であった。1896年には、同じく、ジャンデル・ビルが主催した第1回、理想主義芸術展に出品し、1897年に、ブリュッセル美術アカデミーの装飾絵画の主任教授となった。ヘントで生まれた。 ヘントの実業学校で装飾画を学び、1874年からヘントの美術アカデミーの夜間コースでも学んだ。美術アカデミーの展覧会で大賞を受賞し、ヘント氏の奨学金を得てパリに留学した。1885年からイラストレーターとして有名になるアンリ・プリバリ部門とパリに滞在し、エコール・デ・ボザールで学んだ。1886年に、 ベルギーのローマ賞を受賞し、1888年から1891年の間の3年間、イタリアに留学し、ローマやフィレンツェを旅し、ブリュッセルに戻った。1892年にエジプトを旅した後、テキスタイルデザイナーと結婚した。象徴主義の画家、ジャンデルビルの活動に共鳴し、1896年に、 デルビルラが創設したサロン D アートアイディリステなどに出展した。1896年にブリュッセル王立美術アカデミーの教授に選ばれ、1932年まで教授職を続けた。モンタルドの教えた画家にはシュルレアリスムの画家ルネ・マグリットやポール・デルボーラがいる。ありがとうございます。